まあ焦ったところでいい人材が見つかるとは限らないしな。もふ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 、うん。アマムの粉を練った生地を発酵させ蒸したものらしいが、ふっくらとしててかすかな甘みと絶妙なもちもち加減。人材探しよりうまいもの探しの成果は上々だな。そこのかっこいいお兄さん。ん？およよ、後ろ姿はかっこよかったのに、前からは残念賞や。こいつ、可愛い顔してさらりとひどいことつぶやきやがった。本気でそう思ったらしく、がっかり感を漂わせてる。まあいいか。なあなあお兄さん、ちょっと道を尋ねたいんやけど、行け？しかもそのまま普通に語りかけてくるって全く悪気がないっぽい。このデート百選に載ってる白老閣って名のあたご屋、どこか知らん？白老閣？この辺で白老閣っていうとあそこしかないか。おう、知ってるといえば知ってるな。ほんとけ？なあなあ、よかったらどう言ったらいいか教えてくれへん？うん、この大通りを自分もちょうど戻るところだし案内してやるか。ほーん、お兄さんって白老閣に住んでたんか。じゃあこれからお隣さんになるんよね。お隣さん？そうやえ、うちも今日から白老閣で暮らすことになってるんや。へえ。さっきから手元への視線が気になるんだが、正確には自分が食っているものへの視線が。そんなにじっと見られると食いにくいだろうが。それ美味しそうやな。食うか。ほんとけ？催促したわけやないけど、ありがとうな。いやいや、明らかに催促してただろう。お兄さん、ええ人やね。うちな、あと言うんや。お兄さんは？あ？名前やえ。お兄さんの名前。ああ、名前な。ハクだ。ハクと呼ばれている。ハクハンって言うんや。いい名前やえ。そうか、名前を褒められたのは初めてだな。名付けたクオンが褒めるだけだからかなり怪しかったが。そっか、ちゃんとしたいい名前だったんだな。そう言われるとくすぐったいというか、本名でないとしても照れるな。あ、なぜそこで沈黙する？それはいいとして、お兄さんってば本に残念賞や。流された上にまたもや残念賞とな。お兄さんの後ろ姿な、本にキュンってするくらいかっこよかったんよ。運命の人に会えたかと思ったくらいやもん。なのに振り返ったらがっかりやなんて、うちのときめきを返してほしいくらいやわ。何がときめきだ。この純情なお兄さんの砕け散った心を返せ。散々持ち上げておいてからどん底に落としよってからに。バカ、何が言いたいんだ。褒めてるんだかけなしてるんだか、どっちだ。え、褒めてるんやけど。そうですか。なあなあ、その白老閣ってどんなとこな？うちなデートに来るの初めてやから何も知らないや。どんなところと言われてもな。そうだな、とりあえずでかい湯船の風呂がある。泊まり心地はいいな。寝床は広いし飯もうまいし、特に風呂は最高だ。この程度ですらあれだけの大浴場はなかなかないらしい。わー、それは楽しみやえ。うちを出て一人暮らしを選んだの正解かもな。家を出てってまさか家出とか言わんだろうな。ああ、うちを出たのはトト様に言われたからやけど、なんでもしきたりらしくて、姫殿下の生誕祭に合わせて
増強することになってな。それで遠路はるばるやってきて、ついさっきデートに着いたとこなんよ。そいつはもしかしてウルキエやキウルと同じか。つまりいいとこのお嬢さんってことか。そう考えてみるとどことなく浮世離れした雰囲気を漂わせてるな。仕草一つにしても品があるというか、しかしどこにも付き添いがいないな。そうだとすれば家来の一人くらい連れているはずなんだが、考えすぎか。なあ、行列はどうした。うん、窮屈で邪魔やから抜け出してきたんや。こりゃまたもしやと思ったらドンピシャか。それに初めてのデート暮らしやもん。やっぱ自由気ままに暮らしたいしな。トト様が屋敷を用意してくれたみたいやけど、そんなんより内緒で一人暮らしすることにしたんや。屋敷を用意ってそこまでか。っていうか勝手に抜け出して黙って一人暮らしって今頃大騒ぎになってるんじゃないか。まあこっちには関係ないことか。ことない感じで綺麗やな。いい雰囲気やえ。こっちにして正解やったな。トト様が用意してくれた屋敷よりも楽しくなりそうやえ。おう、おかえり、ハク。成果はあった？え、いや、やっぱなかなかな。そっか。うん、仕方ないかな。簡単に見つかるものでもないし、焦らずに根気よく探そう。そうだな。やばい、人材探しのことなんかすっかり忘れてたよ。わあ、すごいべっぴんさんや。なあなあお兄さん、このべっぴんさんって知り合いなんて？知り合いというか、同じくここの住人だな。僕、この方は？今日からここに住むらしい。道がわからないって言うから案内してきたんだが。うち、アトゥイユエ。今日からここでお世話になるんよ。よろしゅうな。そうなんだ。私はクオン。こちらこそよろしくお願いかな。同じくここを仮住まいとしているから、何か困ったことがあったら遠慮なく言ってほしいな。えへへ、なあなあお兄さん。ん？もしかしてあれな、クオンハンとお兄さん、ひょっとして恋人同士だったりするんけ？は？ちゃうの？うん、ちゃうちゃう。ほんとけ？熱々ちゃうんちゃうの？だから違う。どちらかといえば恩人ってことになるな。一応っていうか、クオンと恋人同士考えたこともなかった。ご期待に添えなくて残念だけど、私とハクはそんな関係じゃないかな。なんや、本当にちゃうの？なんでそこで残念そうなんだ。もしそうなら今後の参考にいろいろ聞いてみたかったんよ。あれとかこれとか、恋人同士ならいろいろすごいことしてるんやろうなって。あれとかこれ、せっかくデートに来たんやもん。どうせなら火傷をするような恋の一つもしてみたいんよ。恥ずかしい。恋って一体デートまで何しに来たんだか。いややな、恋をしに来たに決まってる。そっか、迷いなく言い切ったよ。恋ね。ほんならもう行くな。トト様が追手に四天王なんか差し向けてくるから、ちょっとだけ疲れちゃったんよ。あれだけの縁入りに潰したら、もう追っ手の心配はいらないね。さりげなくとんでもないことを言ってる気がする。それならお風呂で汗を流してくるといいかな。ここのお湯は最高だから。そうさせてもらうえ。ここのお風呂も楽しみにしてたんよ。そんならお兄さん、ここまで案内してくれてありがとうな。ああ。
妙に疲れたな。なんだかちょっと変わった子だね。そうだな、否定はしないが、お前が言うなという気持ちでいっぱいだ。変わっているという点ではクオンも負けてないだろう。ネコネに調達してきてもらった本はこれで全部か。本を読むのは嫌いじゃないし、昔話や神話の興味深い話も多かったのでそれなりに楽しめたんだが、いかんせん稚拙なのかな。もともと文字を習うための絵本だ。せめて話が通じるのを頼むと自分から頼んだ手前、仕方ないといえば仕方ないんだが、まあこのぐらいなら普通に読めるようになったのは嬉しいな。これであのちびっこから心底不思議そうに、どうしてまだ読めないのですと言われずに済む。悪意がない言葉の方がぐさりとくるって初めて知ったよ。おお、あんちゃん邪魔するぜ。お邪魔します。こんにちは。先日は挨拶の途中で失礼しました。あの時も確かキュールと言ったか。そういえばオシトルの弟分だと言っていたな。オシトルの旦那からの頼まれ事でな、アンちゃんにちーっとばかり相談したいことがあるのさ。あ、オシトルの旦那ってお前その通りの何を言ってるんだ。まさかキュールに正体を教えてないのか。やれやれだ、やっぱりそうか。オシトルだと絵に描いたような堅物だってのに、ウコンになるとなんてこういいぞ。もっとやれ。で、アンちゃんにオシトルの旦那からのことづてだ。実践やらなんやらの経験を積ませるための修行として、こいつをアンちゃんのところで働かせることにするだよ。ほう、自分たちの同志に加えろということか。だな、あの旦那がそう言うんだ。好きに使えってことだろ。待ってください。いきなりこんなところに連れてこられたと思ったら、そんな話聞いてません。そりゃそうだ、今初めて話したんだからな。そんな、まあ待て待て、悪いようにはしねえから最後まで話を聞けって。もともと向こうから持ってきた話だ。こっちは別に構わないが、そっちの方は大丈夫なのか。オシトルの旦那が言うには、この坊ちゃん武芸の稽古は欠かしてなかったって話だ。そこそこいけるらしいぜ。この優しげな風貌からはとてもそんな風には見えないが、ウコンがそう言うなら間違いないか。性格も悪くないようだし、何より男手が増えるのはありがたい。男なら気を使う必要がないからな。クオンの姉ちゃんから話は聞かせてもらったぜ。少数精鋭でやるつもりらしいな。ああ、まあな。クオンが支度金をここの宿代として前払いしてしまったおかげで、なし崩しにそうせざるを得なくなったわけだがな。だとしたら一人でも腕の立つもんが必要なんじゃねえかと思ったわけよ。ちょっと待ってください。あのウコンさんでしたよね。あなたは兄上の直属だと言ってましたけど、本当にそうなんですか。いきなり押しかけてきたと思ったら連れ出されて、何の話もなくこんなこと兄上から聞いてません。私は猫根さんと同じく兄上の補佐役を希望していたのに、これは何かの間違いでは。それともまさかとは思いますが、勝手に決めたりは。ああ、そのことか。間違いでもなんでもねえぜ。俺とこのあんちゃんは正真正銘オシトルの旦那の直属で、この話はその旦那からの依頼でね。オシトルの旦那が言うには、身内だとどうしても甘やかしてしまう一人前のマスラオになるには、外での艱難辛苦を乗り越え、さまざまな経験を積む必要があるってな。おまあどうしてもってんなら、おめえさんの希望通りの方向に持ってくよう旦那に掛け合ってみるが、どうする？それは大
確かに私は早く一人前に。でもそれだと猫ねさんとは。ああどうしたら。頭を抱えて悩み出したし、何悩んでいるか分かりやすいというか、結構不純な動機も混ざってるんだな。しかし疑っておきながらすぐに信じるのか、まだ甘いな。こういったところを直せということか。ただいま。ただいま戻りましたです。猫ねさん。ああ、どうもなのです。どうしてここにいるですか。それに兄様も。どうしてって、いきなり連れてこられて。この兄さ、兄様。おう。え、ちょっと、でもそんな言われてみれば。いや、でもそんなはずは。兄様って。さっきより百面相が激しくなったな。見ていて飽きんな。兄様、これは。これとか言ってやんなよ。れっきとした我が祖国エンナカムイの王子だぞ。ちゃんと敬意を払って接しないとかわいそうだと何度も言ってるだろう。いや、お前もそれとなくひどいこと言ってる。あのまさか本当に兄上なのですか。やれやれ、バレちゃ仕方がねえ。その通り、俺がおめえの兄上押しとるよ。お、どうした。兄様、キュールの心臓は鳥並みなので、そういった遊びはほどほどにしてあげるです。そうですか。それでそんな格好を。まあ世を忍ぶ仮の姿ってやつだな。でも性格が全然違ってるような。何言ってやがる。同じままじゃ変装にならねえだろうよ。それはそうですけど。幻滅したが。いえ、そんな。驚いただけでそんなこと。私は幻滅したです。猫ねさん。上京したあの日、胃の一番に兄様のもとへ駆けつけたです。そして目に飛び込んできたのは、むさい男たちに混ざって裸踊りをしていた兄様の姿。あの時の絶望感は一生忘れないのです。あの時はみんなして飲みまくったからな。なんかキウルの目が死んだ魚のように濁ってきた。うん、いい頃合いだね。ルレティエ、猫ね、お茶を入れるの手伝って。はいはいです、姉様。ああ、お構いなく。いいからいいから、好きで入れてるんだから遠慮はいらないかな。さっき美味しそうなお茶漬けを買ってきたから、よかったらこれも食べてね。姉様、茶葉はこっちのでいいです。うん、お客様も来ているし、せっかくだからちょっと奮発してとっておきを出しちゃおうか。こういった機会でないとなかなか使えないからね。はいです。なんか猫のやつ、こっちへ送り出した時は渋ってたのに、今じゃすっかり姉ちゃんに懐いちまったな。チーとばかり寂しい気がしないでもないが。今すぐその姿をやめて元の姿に戻ればまた戻ってくると思うがな。ちょいとばかり心配したが、うまくやってるようで何よりだ。そんなにそっちの姿の方がいいのか。あれ、もしかして猫ねさんはこちらの方に。ああ、うか、いや、オシトルが、ややこしいな。人手が足りなくて大変だろうからと、よこしてくれてな。口は悪いし、小生意気だが、実際有能だから立ちが悪い。私がどうかしたですか？お前を、あんちゃんのところに出向させたという話さ。そのことですか。手ごめにされたらどうするですか？と言ったら、悪い虫がつくよりよっぽどいいとか言って、まるで人見悟空として差し出されたです。え？人聞きの悪いこと抜かすな。何もしてないだろうに。今のところはなのです。あ、なんかまた死んだ魚のような目になってきてないか。ところで兄様とキュールはどうしてこちらに。ああ、
キュールにこっちの手伝いをさせようかと思ってきたんだが、どうやら乗り気じゃなかったみてえでな。え、ま、嫌だってなら仕方ね。こっちの方でやります、やります、こっちで頑張ります。お、そう言ってくれるのはありがたいが、別に無理しなくたっていいんだぜ。いえ大丈夫です、できます、頑張りますから。そうかい、そこまで言ってくれるんならこっちも助かるってもんだ。いや、頼んだぜ。はい。こっち預かりになるってことか。まだまだ人手が足りないから正直助かる。じゃあこれからは同志になるわけだ、よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。これからはキュール君も一緒なんだ、改めてよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。そうですか、キュールもですか。よろしくお願いします。ネコネさん、ルルティエさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそです。はい、分かってはいたが、反応がこっちとえらい違うな。一段落したなら固い話はそこまでにしとこうか。せっかくのお茶が冷めちゃうから、ほらキュール君も。 ありがとうございます。私のことはどうか呼び捨てにしてください。ここでは身分など意味のない、ただの若輩者に過ぎませんので。そんな謙虚にしなくとも、正真正銘下っ端なのです。みんなの足を引っ張らないようにするです。もしかして私は猫姉さんに嫌われているのでしょうか。安心しろ、あいつはあれが素で、誰にでもあんな感じだ。猫ね、ちょっといい？何ですか、姉様。髪がほつれちゃってるかな。結い直すからそのままね。ああ、クオン様、お手伝いします。うん、ルルティはそっちの方をお願い。うん。せっかくの綺麗な髪がボサボサ。風に煽られてほつれちゃったんだね。今日は風が強かったですから。でも猫姉さんのあんな姿見たことないんですけど。あれは特別だから除外だ。その他大勢に対しては誰にでもお前の時と同じ感じだ。嫌われてるとかないと思うぞ。そうだな、他のやつと同じだから気にすんな。あれ、甘いおやつなのになんだかしょっぱいや。